はいどうも、ナビデータギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回やっていくのなんですけども、おそらくですね、タイトルとサムネイルでですね、もう気づいてる方も多いと思うんですが、本日ですね、なんと僕がですね、デザインしているひまわりくんの世界観のですね、ひまわりくんの一日というですね、LINE スタンプを発売することになりました。おめでとうございますということなんですけども、僕自身がですね、YouTube を開設したのが、2年前ですね、2020年の2月17日に開設させていただきまして、そこからですねもう2年ちょい経ったんですけども、その中でもですね、結構コメントでもですね、いろんな僕も SNS させていただいている中でですね、 LINE スタンプを作ってくださいっていうコメントが結構ランキング上位になるんじゃないかっていうぐらいですね、コメントが来ておりまして、そこでですね、僕自身も最初はですね、作りますよ、今頑張ってますって言ってたんですけども、なんだかんだですね、やっぱり一人だとですね、いろんな、仕事もしてますから、その仕事とかでですね追われてしまって、 LINE スタンプをですねちゃんと作ることができなかったっていうのが正直な気持ちなんですけども、今回ですね、なんと今日からもうね LINE スタンプ購入することができます。詳しくっていうか、もう早く LINE スタンプ見たい方はですね、ぜひ概要欄からですね、そちらの LINE スタンプの、リンク貼っておきますので、そちらからですね、ぜひよかったら購入してみていただけるといいんじゃないかなと思っております。今ですね、こちらの画面見えてると思うんですが、おそらくこっちかにね貼ってると思うんですけども、 LINE スタンプのですね、僕自身がちょっとね、自分に送れるようなですね、トーク画面作りまして、それにですね、ちょっと LINE スタンプ皆さんにですね、どんなものがあるかっていうのをご紹介できればなと思っております。LINE スタンプね、使ったことある方多いと思うんですけども、このような形でですね、ひまわりくんの一日ということで、僕のアイコンでもありますひまわりくんっているんですけども、今ではですね、このひまわりくんもですね、もう初期スキンからだいぶ成長させていただきまして、よりですね、なんか受け入れやすいっていうか、今でも全部受け入れやすいんですけども、なんかより可愛くなったっていうか、ポップ感をですね、増した感じでですね、今最近のひまわりくんをもう LINE スタンプに込めましたっていう気持ちでございます。その中でですね、やっぱりね、初期スキンっていうのもですね、やっぱり好きな方も多いので、今回ですね、一番最初にこちら、見ていただきましょう。グッドモーニングっていう LINE スタンプですね。おはようっていう気持ちを込めてですね、こちらの初期スキンのひまわりくんをスタンプとしてね、最初にですね、追加させていただきました。そしてですね、もう次いきますよ。次どんどんいかないとですね、もう長くなっちゃうからね。そして次がですね、こちらのスタンプ、眠いねっていうね、朝起きたらやっぱり眠いね、二度寝する方とか、三度寝する方とかね、四度寝する方とかいると思うんですけど、僕もそういうタイプなんですけども、こちらの眠いスタンプもですね、めちゃめちゃ可愛いんですよね。これ結構一押しのね、スタンプになっております。そしてですね、次がですね、やっぱり朝起きたらですね、朝食を食べるっていうことで、ブレックファーストっていうね、朝食でございます。こちらですね、ちょっと僕の中ではイメージはですね、目玉焼きみたいな感じのですね、ひまわりくんを描かせていただきまして、ちなみにですね、今回ね、LINE スタンプ作るにあたって、高校の友達と共同制作させていただきますよっていうことで、名前は橋口っていうね、名前、昨日か一昨日かの動画でですね、橋口がですね、誕生日だったということで、僕自身もですね、初めてね、アートの作品をですね、プレゼントしたっていうサプライズの動画撮らせていただいてるんですけども、まだね、見てないよって方はそちらの動画見ていただけるとですね、どんな子かはね、すんなり皆さんもイメージつきやすいんじゃないかなと思っております。その子がですね、このロゴとかはですね、テロップ文字とですね、後ろのお皿、これで言ったらブレックファーストのお皿とかね、そういうのはですね、デザインしてくれております。そしてですね、次が Do My Best ということでですね、今回ね、全部英語になっておりますけども、日本語表記と海外でもですね、発売されるということで、今日ね、3月1日にですね、記念すべき瞬間でございますけども、2月末にですね、発売予定ということで、本当はですね、2月末にも発売できたはできたんですけども、ちょっとね、動画撮るにはですね、遅い時間だったっていうのもありますし、あと1回ですね、これね、LINE スタンプって申請を送るんですけども、その申請がですね、1回通らなかったんだよね。そう、最初ですね、世界中に僕たちが作った LINE スタンプを発売できるようにしようと思ったんですけども、僕たちが作ったこのデザインっていう
言われるもの、まあ、ひまわりくんって結構ね、あの目が一つでお花で、そして目のね、まあ、デザインも入ってるということって、あの国ごとによってはやっぱり文化のね違いっていうこともあって、その絵の捉え方が全然違うので、世界中の国ではですね発売することができなかったんですけども、まあ、一部の地域だけ限定でですね発売されるっていうことって、まあ、一部の地域といってもですね、結構いろんな外国のね、あの世界中の国の方にですね、こちらのラインスタンプ届けられるっていうことで、僕の中ではですね全然 OK だなっていう感じでございます。それで Do My Best、 これも可愛いんですよね。そして次がですね Wish Me Luck っていう感じのですね名前になっておりまして、まあ、あの行ってきますみたいな、その家を出る瞬間みたいなイメージでですね書かせていただきまして、そして次がですね Good Luck っていうことで、これね一発目パッと見た時にですね、僕たちね、あのもうデザインしてですね、うわめっちゃ可愛いやと思ってね、まあ、Good のその D と Luck のその L をですね、まあ、両手で持ってるって感じにしたんですけど、遠目で見るとね結構あれなんだよね、なんかね目が3つみたいに見えてですね、なかなかね、あのこれはですねちょっと面白いデザインになったなっていう感じはしております。そして次がですね Hello っていうことでですね、まあこんにちはであったりね、おはよう、まあ Hello って何でも使えると思うんですけども、まあ結構使いやすいね、これね、あのちょっとね、あのパペットマペットみたいな感じになっておりまして、そうひまわりくんをですね、まあ、手で動かしてるような感じのですね Hello にしております。そしてですね次ね、笑う感じでハッ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 っていう感じのですね、これ結構僕デザイン好きでございまして、まああのね歯がですね全部虹色になってるっていうね、これねめっちゃ可愛いんじゃないかなと思っております。あとはですねこちらのですね次はグッドでね、グッドとかも結構使いやすいんじゃないかなと思いますし、まあ人間っぽさっていうのもね入っておりますし、めちゃめちゃ可愛いなと思いますし、結構ねもう最近の僕のデザインって言われるものはこのラインスタンプにめちゃめちゃ込められてるので、ぜひですね、まあ押してみて、ちょっとね細かい部分とかね、まあこれちょっとドアップはできないのかな、多分できないと思うんですけども、あのぜひですねゆっくり見ていただけると嬉しいなと思っております。でね、次のスタンプになるんですけども、僕たちがですね作った中でも、まあ、僕自身が特になんですけども一番好きなスタンプでございまして、それがですねこちらの OK、 めっちゃ可愛くないですか。正直この OK が僕の中ではドストライクのデザインになっておりまして、めちゃめちゃ可愛くてよきよきなんですよね。ちなみに今回のですねこのひまわりくんのデザインのですね色って言われるものは、僕がですね、まあ、端口にこの色、まあ、ここはですねこういう色にしてっていうのを伝えて色を塗ってくれたのは端口なので、結構ねあの端口もですねめちゃくちゃ頑張ってくれまして、まあ共同でですね作らせていただいたっていう経緯があります。そして次ですねクエスチョンマークのハテナんみたいなね、そういうデザインも入れさせていただいたりとか、あとはですねサンクスっていうねお花を持った感じでですねありがとうっていうのをですねラインスタンプに込めさせていただいております。そしてですね次が See you っていうことでね、もう疲れ果ててるね See you になっておりますけども、これはこれでですねこのデザインめちゃめちゃ可愛いなと僕は思っております。結構ねこのデザインはですね最高にいいなと思いますし、まあ、全部が正直ね今回のラインスタンプはですね僕はもうめちゃくちゃいいなと思ってるので、ぜひよかったらねマジで使ってほしいなと思います。そしてですね Good evening っていうことでもう夜になってきましたね。まあ Good evening でこのなんかハッっていうね驚いてるっていうか、なんかびっくりしてるっていうかね怖がってるみたいな感じになっておりますけども、このデザインはですね、まあ、僕自身もですね、まあ、なんでこのデザインしたんだろうっていう気持ちもありますけど、これはこれでですね結構ねもうしっくりきてるので、僕はですねこの子を描いてよかったなと思っております。そして夜食っていうことでですね Eat dinner っていうね、まああの鶏くんでございますけどもね、夜はチキンかなみたいなね、まあそういうイメージ、そういうイメージっていうか、なんかねチキンっていうか鶏くん描きたかったっていうのがあってですね、ちょっとひまわりくんを鶏っぽさをですね付け加えて今回デザインさせていただいております。そしてまあ最後ね、まあ夜っていうことで Good night っていうことでですね眠っちゃうよっていうねお休みっていう感じのですねデザインになっております。まあね、あの最初にね、あのこちらのですね、まあ、初期スキンのですねひまわりくんおはようから始まって、まあ一日を通してるということで、ひまわりくんの一日の朝から始まって夜になるまでのですね、まあ一日を今回のですねラインスタンプでですね今ね上からですね順番にですね皆さんにお伝えさせていただいております。まあどうですかね皆さん、めっちゃ可愛くないですか。マジでもうこれね、もうマジでいいのよ正直。あのぜひですねマジで使ってほしいですし、よかったらね、あの今回のスタンプめっちゃいいですっていうね、もうあの第2章第2弾ね、あのもう早く作ってくださいっていう方ね、多ければ
れば、ですね、僕たちもですね、またね、まあそのコメントがいただけるだけでめちゃめちゃ嬉しいですし、そのコメントをいただけることでですね、僕たちもですね、そのね、何て言うんですか、まあ、あの気持ちがですね、もうぐんと前に行きますので、ぜひですね、よかったらですね、まあ、グッドボタン、そしてですね、コメントね、いただけると嬉しいなと思っております。まあ、ようやくですね、このような形でですね、今回ね、僕と、まあ、橋口がですね、ひまわりくんの一日というですね、僕が2年前 YouTube を開設した頃からですね、デザインしてきた、まあ、ひまわりくんがですね、とうとうこのような形でですね、まあ、デジタルを通して LINE スタンプを通してですね、皆さんにですね、よりね、なんかなんていうんですか、親近感ちょっとね、身近に感じていただけると嬉しいなと思いますし、まあ結構身近に感じるんじゃないかな。だってね、皆さんがLINE とか結構使う方ね、今でも結構多いと思いますけども、その LINE を使ってる時にですね、その僕がですね、まあ描いてきたひまわりくんの世界観のね、ひまわりくんがいるんですからね、こうやってね、お花がたくさんあってですね、ぜひですね、今回ね、ひまわりくんっていうのはひらがなでですね、検索していただければ嬉しいですし、まあ下から飛んでいただければ多分すぐ行けるんですけども、もしね、LINE で検索する場合は、ひまわりくんっていうのはひらがなで、まああとはの一日っていうね、のもひらがなで、一日はですね、数字の1にですね、もう日っていうのを書いていただければですね、多分すぐ検索にはヒットすると思います。あとは僕自身のですね、ノベリョータっていうローマ字でですね、表記していただいてですね、検索していただけるとですね、ヒットすると思いますので、僕もですね、検索してみたらですね、ノベリョータって1人しかいなかったので、多分そっちの方がもしかしたら検索はですね、もうすぐ引っかかるんじゃないかなと思っております。まあ、このような形でですね、僕自身もひまわりくんの世界観を皆さんにですね、届けられることができて本当に嬉しく思っております。しかもね、3月1日って皆さん気づいてるか分かんないんですけども、まあ、ちょうどこの前ね、2月17日にですね、 YouTube 開設2周年を迎えたって言ったと思うんですけども、実はですね、僕 YouTube 開設した日からですね、動画を上げてなくてですね、じゃあいつから上げたのっていうのが、本日3月1日から動画を上げさせていただきました。だからね、動画を上げてからちょうど今日で2周年っていうことで、しかもですね、一発目っていうのは3月1日何あげたんだろうな、ちょっと覚えてないですし、まあ昔の動画って言われるものは何本か非表示にしてる動画とかもあったりするので、ちょっと何あげたかはですね、パッと出てこないんですけども、まあ約もうね、ひまわりくんもですね、2歳になるっていうことで、そのひまわりくんが2歳の誕生日ですね、ちょっと早いですけど、 LINE スタンプをですね、皆さんにお届けできることがね、本当にこのね、なんていうんですか、世界観が、まあよりですね、皆さんのですね、身近なね、LINE にですね、届けられて本当に僕は嬉しく思っております。まあ何よりですね、まあここまでですね、まあ僕自身も動画を上げてなかったら LINE スタンプをですね、作る機会ももしかしたらなかった、ってか絶対なかったと思いますし、 LINE スタンプを作ってほしいっていう皆さんのね、お声、本当にですね、もうたくさん、僕のね、脳みそですね、ちっちゃい脳みその中でですね、もうすごいね、ぎっしり詰められておりまして、そのぎっしりがですね、とうとう溢れてですね、まあ今回は LINE スタンプをですね、まあ高校の友達と一緒にですね、まあその高校の友達ともですね、まあ東京に、その子はね、橋口は出てきたのがね、20歳ということで、その20歳からもう言うて高校からだと10年ぐらいの付き合いですからね、まあその友達とですね、まさかね、10年後にですね、まあ LINE スタンプを一緒に作るっていうね、そういう世界は僕も見えてなかったですし、正直驚いてます。でも今回ですね、まあ橋口のおかげもあってですね、このような形でですね、 LINE スタンプというですね、素晴らしい商品化がですね、僕自身もできて本当に嬉しく思っております。ぜひですね、これからですね、ノベリオタギャラリーね、まあ3周年目をね、もう3周年を目指してですね、これからどんどん皆さんと一緒にですね、よりね、アートの世界を広げていきたいと思いますので、ぜひね、楽しみに待っていただけると嬉しいなと思っております。まあ3月1日はですね、まあ僕自身が YouTube の動画を上げてからですね、2周年、そしてですね、今回とうとうですね、まあ2年のね、まあ歳月っていうの、日本語ちょっとわかんないんだけど、その2年越しにですね、とうとう僕がデザインしたひまわりくんがですね、 LINE スタンプで皆さんにお届けできたことをですね、嬉しく思っております。では皆さんと一緒にですね、また明日以降もですね、最高のアートの世界にね、まあ皆さんと一緒にですね、より広げていきたいと思いますし、ぜひですね、ノベリオタバケーションというね、サブチャンネルもですね、毎週月曜日に更新しております。まあ毎週月曜日って言いながらですね、このね、それぞれ
メインチャンネルの動画に関連したものがもしあった場合はですね、サブチャンネルでそのメインと一緒にですね上げられるっていう、メインよりもちょっと遅い時間とかにね、まあ時間の前後っていうのはあると思うんですけども、そのような形でですね結構連動してですね動画上げていきたいと思いますので、ぜひよかったらこれからも応援よろしくお願いいたします。ということでですね、本日は LINE スタンプひまわりくんの1日が皆さんにですね本日から発売されるということで、まあ、詳しく言うと昨日からになるんですけども発売されたよということで、皆さんぜひよかったら LINE をですね、まあ、起動していただいて LINE スタンプひまわりくんの1日でですね、ぜひそのアートの世界をですねより身近に感じていただけると嬉しいなと思っております。では皆さん、また明日以降の最高な動画でお会いしましょう。では皆さん、ひまわりくんの1日最高に楽しんでください。本当にひまわりくん出会ってくれてありがとう。そして皆さんね、たくさんのね LINE スタンプを作ってほしいっていうコメントをくれた皆さんありがとう。そして2年間の間、まあ2年間っていうかもうちょっと増えたけども、2年のねちょいのね間でですね出会ってくれた皆さん本当にありがとうございます。そしてですね、今回共同制作してくれた橋口本当にありがとう。ということで皆さん、これからもですね僕自身めっちゃ頑張るので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。年内チャンネル登録者1万人必ず達成しますので、ぜひその景色を一緒に見ましょう。では皆さん、また明日お会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。 Thank you.